戦と旧軽巡洋艦はイギリス海軍の軽巡洋艦の艦級で、本級は C 級軽巡洋艦のサブグループの一つに分類されている。本級は主武装15.2センチメートル方に統一された初めての軽巡洋艦のクラスとなった。本級は1914年度計画において2隻の建造が承認された。 この段階で全球であるカライアピ級で採用したセミギアードタービンの実績が得られており、対戦勃発時にオスマン帝国海軍から発注されていた機関を流用して搭載した。基本設計はカンブリアン級にとっていたが、設計段階から全部マストは環境に組み込まれた三脚マストを採用して頂上部に射撃方位板室と射撃式書を 持つ大型のものとなった。武装面においては1 5 2トル速射砲の威力が確認されたため、主武装は1 5 2トル砲に統一されて5機を搭載した。副武装として7 6 2トル速射砲1機を搭載したが、それとは別に、対空火器として7 6 2トル降格砲2機を搭載するという念の入り用であった。このため、 約4100トン台の常備排水量に、不釣り合いなほどの重武装を搭載したため、浮力が不足して、外洋航工事に艦首を波に突っ込みやすく、加えて、艦隊のローリングが激しくなった欠点があった。このために、対戦後に近接火器や対空火器を撤去した上、手砲一機を減じて攻撃力を欠いてでも、航海性能を改善する必要が生じた。上空から取られた。 本ンコード。1919年に撮られた戦闘級の一隻クリッパー型艦首の形状と単小燈の後部に設けられた7 6センチメートル広角砲がわかる写真。本級の船体は選種楼型船体を採用していた。艦首は垂直に切り立った艦首から甲板状に。 手砲のマーク121906年型 15.2cm 砲が棒立てのついた単装砲がで1機、司令塔を組み込んだ環境を基部として3段の見張り所を持つ三脚型の全部マストが立ち、その背後に2番手砲1機が配置された。単装灯台の背後に日本煙突が立ち、その背後に3番手砲が配置された。その周囲は関西手置き場となっており、 関西艇は日本一組のボートダビットが、片言三組で、計六組により運用された。後部甲板上に、上部構造物が設けられ、後部射撃式ン 7.62cm 広角砲が、前後から挟み込むように一機ずつ、計二機が配置された。後部短脚マストの後ろには4番5番 15.2cm 速射砲が、後ろ向きの背負い式配置で二機が配置された。 15.2cm 速射砲のイラスト手法は、マーク1 2 1 9 1 3年型 15.2cm 砲を採用した。その性能は、重量 45.36kg の砲弾を、行角15度で 13,085m まで届かせられる。この砲を単装砲がで5機を搭載したが、収益後に4機に減少した。砲がの不行能力は、 行角15度、深く7度で、旋回角度は左右150度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により社会の制限を受けた。砲の旋回、砲身の上下、砲弾の装填の動力は人力を必要とした。発射速度は毎分5から7発である。近接火器としてマーク 27.62cm 砲を採用している。 その性能は 5.67kg の砲弾を、行角20度で8500メートルまで届かせる、射程を持っていた。単装砲がは、左右方向に180度旋回できたが実際には、上部構造物により射会に制限を受けた。方針の不行は、行角30度、深く10度で、発射速度は、毎分12から14発だった。 対空火器として引き続き 7.62cm 広角砲を単装砲画で2機を搭載したが1920年代に一気に減少した。他に手法では手に負えない相手への対抗として 53.3cm 魚雷発射管を水中で片手に1機ずつ計2機装備した。本級はヤーロー式重油戦昇水艦艦6機とセミギアード。 タービンを組み合わせ4機4軸推進で最大出力4万馬力で速力29.0ノットを発揮した。機関配置は第一次大戦前の走行巡洋艦と同じく機関区全部にボイラー室、後部に機関室を置く旧時代的な配置をとっていた。ありがとうございます。